はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日は、ね、1月の3日金曜日でございます。今日もですね、こちら東京ディズニーランド今から一周回ろうかなと思ってるんですけども、いやー今日はね、なんとダブル制限でございます。ジョマジね、一応朝から来てたんですけれども、いやもう本当にね、ぎゅうぎゅうでね、もう大変でしたよ。もうでジョマジがね、ちょうどね、ニューイヤーズグリーティングの1回目を見て、あのディズニーシー行こうかなと思ってね、外出たらですね、なんと制限がね、シャンってかかってですね、いやもうめっちゃギリギリでした。本当にね、もう制限かかるかかかんないかぐらいのね、あの時に行けてよかったなと思うんですけれども、いや今日はね、もうその超激混みの東京ディズニーランドの映像を皆様に見ていただきたいと思います。はい、それでは早速映像を切り替えましょう。どうぞ。元旦より混んでる。今10時半なんですけど、もうゆっくりですね、みんなね、超ぎゅうぎゅうです。元旦より混んでるかも。ポコンの列も向こうまでずらーっと行ってますしね。ニューイヤーズグリーティングがあと20分で始まるんですけど、すごい人、やばいねこれ。ニューイヤーズグリーティング 1,2 分で通り過ぎちゃうのにこれですからね。初回のニューイヤーズグリー見てディズニーシー行こうとしたらですね、ディズニーランドが制限かかりましたということで、今ね、鬼激混みになってますね。はい、110分待ちです。やばいね、元旦より混んでますねっていうかね、もう元旦はね、制限かかんなかったですからね。今日は制限かかりましたよ、ランドが。下ツアーの列がやばい。今ね、特別映像なんでね、特別バージョンだからっていうのもあると思うんですけども、すごいですね、外までだいぶ列ができてます。ちなみにね、あのディズニーシーもね、制限かかりましたので、ダブル制限ですね今日は。はい、ダブル制限のランドでございますよ。え、衝撃、100分だって。100分、え、スタツアで100分とか、オーマイガーですよ。そして列はどこまで行っちゃうんだろう、これ100分だってスタツアーで。まあさすが映画の効果なんでしょうね、きっと。やはり元旦より混んでるように見えます。スタツアーとか、あのアストラバラッサの前とかもすごいですね。丸くスペースがない感じです。なんとアストロブラスター110分待ちです。やばい、さすがダブル制限だ。ちなみにね、ファストパスの列がね、なんとここに来てます。ここすごいね、ここら辺ぎゅうぎゅうです。うわー、やば、もう見てて面白いぐらいの人数ですね。歩くスペースがなしって感じです。スペースマウンテンもすごいですよ、ほら140分待ちです。もう今のところ全部100分超えですね。衝撃、オール100分超えです。ファンタジーランドにすごい列が、あ、チュロス売ってる、ここでキノコチュロスかな、すごい列だなと思ったらチュロスですね。きなこか、これはまさかのチュロス。シナモン、シナモンチュロスでこれですよ。エリアを超えてしまいました。ニューファンタジーランドです。日々できてきましたね。夜になるとね、ここ電気ついてますのでね、それも見れます、夜になると。ビーストキャッスルも日々できてきました。もう毎日変わってきてますね。楽しみだ。めちゃくちゃかっこいいですね、ビーストキャッスル。
日々ね、やっぱ毎日インパしてると楽しいですよね。こういう出来上がってくるのが見えて、このビーストキャッスルの前になんか川みたいなのがあるんですけど、ここにねなんか岩みたいになりますよね。ここからもしかしたら水とか出るのかな、滝みたいな感じで。どうなんでしょうね、ちょっと楽しみですね。まだどうなるか分かりませんが、日々変わってきてます。ここの建物の煙突が見えてます。ハニハンです。なんと95分待ちです。もう完全に元旦より混んでます。元旦はねまだこの時間帯75分待ちでしたけれども、95分待ちですよ今日は。もうすごいです、歩くの大変。もう今ディズニーシーもねこんな状態の中で歩いてきたんでちょっと疲れちゃいましたね。いやいやいや、もうどこもかしこも人だらけです。スモアの列がそこまで来てます。ティポトルタの列もねここの角っこを越えてますよね。これはすごいエグすぎます。ピノキオも外まで3列ぐらい列できちゃってます。はい、今ね2回目のニューイヤーズグリーティング終わりました。はい、ホンテッドマンションは90分待ちですね。もう列もここが最後尾ですね。もうちょっと伸びると思いますね。今ニューイヤーズグリーティング終わったばっかりなので100分いくんじゃないかな。もうだいぶね夕暮れになってきて涼しくなってきたんですが、やばいです。なんとなんとスプラッシュマウンテン170分待ちです。これは衝撃だ。濡れるよ、寒いよ。もうすごいですね、全部が。マーク・トウェン号もここもう乗り場がね満員になってます。もう何のアトラクション乗ればいいんだって感じですよね。スプラッシュマウンテン170分ということは2時間50分ですからね。もう今から乗ったら8時近いですよ。満員のマーク・トウェン号が見えてきました。すごい人、こんな満員なの珍しいですね。ぎゅうぎゅうのマーク・トウェン号。ビッグサンダーマウンテンもすごいですね、130です。2時間10分待ち、もうやばい。100分超え当たり前ですね今日は。アドベンチャーランドもすごいね、ポップコーンが一周回ってます。最後尾ここですね。でターキーレッグもすごいし、歩くスペースなしです。ここなんですけども、ぐる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 ってなって40分待ちです。ジャングルクルーズはさらに後ろまで列があります。カリブの海賊が衝撃な列になってます。ここまでスタンションが伸びてるというね、これは衝撃ですね。何分待ちだろう。すごカリブ外まで4列ぐらいかな。でこっから向こうでぐるーって回って U ターンしてですからね。でまた中でもぐるぐるぐるって回れますんで、いやーすごい。カリブでこれか。はい、ということでいかがでしたでしょうか。1月3日金曜日のですね、東京ディズニーランドの映像でございました。いやー鬼込みでしたね。
で、ちなみにね、ディズニーシーもね、制限かかってますからね、ディズニーシーの映像もこの動画より前にね投稿してると思いますので、ぜひそちらの映像もご覧ください。あとですね、今日のねニューイヤーズグリーティングの映像も投稿しますし、あとね、たまたまねもう目の前でね制限されましたので、ディズニーランドとディズニーシーの制限かかる瞬間をですね皆様に見ていただきたいと思っておりますので、またねそれは明日かな、多分明日ぐらいにね投稿する予定ですので、ぜひお楽しみに待っていてください。それでは今日はこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではありがとうございました。バイバイ。家に帰りましょう。ただいまー。ちょっとここ、ね、新年初滑りありがとうございます。